月曜ジャンク一中院光る深夜のバカ力から渡辺校長の平成ハレンチ学園新年度新教師赴任スペシャル。ハレンチ学園の生徒の皆さん、こんばんはね。あの今のこんばんはにこうしてね、こうリスナーの人が自分の部屋でこんばんはって大きい声出してね、で親父にてめえ誰のおかげで飯が食えてと思ってんだ、近所もうるせえうるせえと、もう布団叩きで布団をバンバン叩きながら、お前みてえなさ引っ越せ引っ越せですよ。もうラジオはもう静かに聞いた方がいいんですけれども、まあ今週一応スペシャルウィーク2週目ということでですね、まあ先週ちょっと大掛かりなのやりましたから、今週はあの普通のコーナーにふさわしいスペシャルゲストを呼ぶっていう割とオーソドックスな形の、スペシャルウィーク行こうと思ってるんですけれども、あのゲストがね心配すごく、あのメインになるコーナーは渡辺校長の平成ハレンチ学園ということで、まあこれははっきり言ったんですよ、文部科学省のやるべきことを我々がやってるんですよね。石原慎太郎知事がやるべきことを私たちがものすごい瞬きをしながらねやってるわけですよ、これね提唱してるわけですよ。要は最近のね若者の性っていうものはものすごい乱れてる、これ本当に乱れてるんですよね。でまああの一部のねそういうこう性に対してまあ後にこうあの M 字開脚を生業とするような人たちがそのなんつったらいいのか、若い頃からそういう才能を発揮してるみたいな、そういう形ではいいんですけども、そういうこうことに引っ張られて全体的にみんなちょっとおかしくなってるよ、ちょっとおかしくなってるよみんな。この間も電車乗ったらさ、なんかこう背の結構高い女が、ややラッシュみたいな時に背の高い女がおっぱいのちょいこう乳首の乳輪がギリ隠れたぐらいからの服あんじゃん、あ布がもったいねえから上はいいだろうってことだと思うんだけど、その上からジージャンみたいなの着たりすんじゃん、ジージャン、その乳輪と乳輪、右の乳輪を A、 左の乳輪を B とした時のその2つこうをこう結んだ線のちょい上ぐらいから服が始まってるのを着てるくせに、上になんかこうあのじいちゃん着て、お前暑いのか寒いのかなんだか全然わかんねえ、あのちょうどさググのプラモデルさ作ると灰色に塗るとこあるじゃんか、胸のあそこんとこが全部出てるやつとかいるでしょね。で俺はもうちょっとあんまりにこれ世の中乱れすぎだと思って、もうあのどういうつもりだっつって、もう見ず知らずの人ですよね、あの自分の身内だけ怒るんじゃダメなんですよ、まあ、その女のねあの両乳をわしづかみにして、ね、これかって言ってね、まあ、捕まりましたけど、そういう形で捕まっちゃったりするんですけど、あのね、まあ、おっさん的に言わせてもらえばですけども、普通のさ標準服あの制服のさ標準の長さのさスカートとかもすっげえ短くね、なんかその分かんないけど俺らの頃は長くするのがすごい、あの不良なら不良なほど長くするブームだ、俺なんかものすごい長かったんですよ、すごい引きずったんですけどもスカートをめちゃめちゃ短いんです、お前ジオングよりも短いじゃねえか、ガンダムの例えしかしねえのか俺はもうこの番組は、そういうやつですよ、そんなちっちゃかったらもうあれだね、宇宙で戦う用のバニアは無理だねみたいなやつですよ、リックにはできないねみたいなスカートを履いてたりするじゃん、もうあんまり頭きましたんで、まあ、そのスカートを掴んでここまでじゃーって下に下げて、まあね、捕まりましたけど、まあ、しょうがないですよ、教育にそういう障害いっぱいありますから、まあそれでね、まあラジオ聞いてる皆さんなんかはね、この学校の生徒たちと呼ばせていただきますけど、この学校の生徒たちは真人間が多いと思ってきました、ですからそんなにねその不純異性交友だとかエロ関係の行為には手を染めてないと思ったんですけれども、試しにじゃあ今まで自分が遭遇したことがある薄い異性体験をね書いて送ってくれ、ね、これを送ってもらったところ、まあうちの校長が言うには考えられないと、あの
全ての中学校高校の平成女学園化が始まっているっていう名言をすごく残されましてですね、まあいつもその来た子お便りに対していろんなランクで判断をしてるんですけれども、まあこれは普通にね、あの学校生活の一部ですよの場合は問題がないと、問題なしと。でまあちょっとエロ入ってるかなぐらいの場合は廊下に立ってろぐらいでいて、これはもう話にならない場合は定額退学っていう風にこうボタンを作ったんですけど、まあ漏れなく定額なんですよね、この校長が。だからちょっとこの校長が信用できないっていう話、ちょっと校長のは厳しすぎるっていう意見が出まして、まあ、私一応このコーナー教頭をやらせてもらってるんですけども、まあ、一応校長は今日はですね死んだことになりましたんで、あのスタジオにいますけど今日は銅像です。銅像でその校長、もう今の若い子に分かりやすく言えば花はじめですよ。花はじめの役どころですからね、みんなが花か花かと思ってると思いますけれども、花はじめの役どころで教蔵としてそこにいていただいて、新任の先生が4月ですから来ますんで、その新任の先生のご判断を。でまたね、この新任の先生が1人目の先生はですね、まあ、あの担当は保健体育と美術っていう感じですかね。で三浦淳先生もうスタンバってますけど、三浦淳先生、1時間前ぐらいに来ていただいて話してる間にほとんど進歩っていう言葉が含まれてない話がないです。基本的にはそういう先生なんですよ。で三浦先生は教職に就かれる前にも僕何度もお話したことありますけれども、些細なエロを見つける天才ですから。え、そこにはエロはないんじゃないですかって聞いてるんですけども、野に咲くエロを全部こう見つける方ですから、おそらくこう前任の渡辺校長並みの辛さが出るんじゃないかってことなんですよ。まあそういう意味では深夜番組的には全く心配がないゲストなんです。逆に言うと心配なのはですね、TBS アナウンサーですから、アナウンサーね、まあ、喋りますから国語、そして世間のことを知らなきゃならないですから社会担当の先生とさせてもらいますけども、 TBS 女子アナウンサーの竹内かなえ先生なんですよ。これ新任の先生で、まあ正直言いますけど美人さんでいらっしゃいます。この方美人さんでいらっしゃるんですけどもね、なんだろうこいつ、あのね、なんつったのかな、普通に今までエロに多分接してあんまり多分接してないか、その育ちが良さそうなんだよね。でそのエロ言葉とかをあんまりこう知らないみたいなんでね、だから初めて聞いた中国孤児と恥骨って言葉と同じ反応をするんですよね。リミッターがないから、いやこれもなんですけど、この間もびっくり、これちょっとじゃ あの生徒の皆さんにこれ判断してもらいたいんですけども、あのね、こんなことがあったんですよ。まあ、日曜日のお昼の番組をやってた時に、まあ、一応前にいる校長校生の渡辺くんが、まあ、ちょっと前に札幌に行った時に酔った勢いでソープランドに行きたい、ソープランドに。あ、ちなみにですね、渡辺校長のお家にですね、渡辺校長代々辿っていくとこう北海道の方にルーツがあるらしいんですけれども、その北海道にいるこうお母さんの姉妹、あれですね、親戚のおばちゃんがやってきたらしいんですよ、渡辺家に今週で。やっぱりですね、毎週欠かさずこの番組をあの甥っ子のマー君がメディアの関係の仕事をしてるっていうんですごくチェックをしてるっていうことで、もうすごい聞いてるらしいですね。あのね、北海道でこいつほんとソープで童貞してるっつってめちゃめちゃ張り切ってたからっていう、高専の渡辺君の書いた台本通り私は読んでるわけであって、もう嘘っぽいです。ラジオなんてのは全部嘘なんですからね。まあって話それましたけれども、その話をしたわけですよ。高専の渡辺校長が30年間守り続けた童貞をね、北海道で酔った勢いで捨てようとしたんだよっていう話はちょっと爆笑だよねみたいな話をしてたわけですよ。そしたらその時に竹内アナウンサーが言った言葉は、そういうのは良くないと思うっていう話になったんですよね。まあ、ここまではまあ教師らしい態度ですよね。良くないと思う、俺たちがホヒホヒなってた空気がピーンと張り詰めますよね。ああ俺たちはなんてエロい話を昼間からしてたんだと思いますよね。その後に続いた言葉が、もし仮にその後その高専の渡辺君と付き合う彼女の立場が自分だったらね、なんで私で童貞を捨ててくれなかったのって思うから、違うとこがピーンってなりました。もう僕これね、高校生だったらね、
やっぱあの日本の狛犬が全部なくなるんじゃねえかぐらいの備蓄できねえ、備蓄できねえですよ。まして中学生だったら竹内かなえアナが備蓄って言っただけで、備蓄米言っただけでピーンと張り詰めるわけですよ、それ。だからそれあの人みたいタイプは絶対言葉に気をつけなきゃいけない。知らない間に人を傷つけてますから、ある意味ね。でそういうの今日生で、本来は明日も朝ズバ、あのミノモンタさんのやつがあるからこんな時間に生放送に出てる場合じゃないんですけども、しかもねこのコーナーを何度か聞いたことがあるんですよ。聞いたことがあって面白いと面白いみたいな発言も、まあこれもこのコーナーハレンチ学園が面白いってる時点でかなり張り詰めたものはありますけれども、でこの先生と三浦淳先生を違うブロックで出すか一緒のブロックで出すかっていうのはすっごい迷ったんですよ。やっぱりアナウンサーですから、アナウンサーがやっていいかいけないかみたいなことありますから、まあ結局いいや本人の責任だろうということで、今回後ほど職員会議ってことになりますから、いろいろ今回来たね、薄ラブね、薄い体験談いっぱい来たんで、それをどんどんお聞かせして、お二人の新任教師の評価をきちんと聞いていこうと。でまたラジオを聞いてる生徒会の皆さん、あまりに二人のこう評価が揉め続けた場合には生徒諸君の意見も聞きたいね。うちの学校の生徒は B 組の生徒ばっかりなんです。教頭の私がかなり D 組色強いですから、A 組 B 組とかないですから、チェリー組と童貞組の CD 組しかないですから、うちはほぼですから、まああれでだと思いますよ。三浦先生よりの、まあ、意見になるのかどうか、その辺もですね後ほどモバイルを使ったアンケートとかもやっていきたいと思いますんで、まあ最後まで楽しんでいただきたいと思います。月曜ジャンク、一中に光る深夜のバカ力、渡辺校長の平成ハレンチ学園新年度新教師赴任スペシャル。さあというわけでですね、このテーマソングに乗ってる人は初めて見ましたけども、いやいやもう持ってますんで、先生を紹介したいと思います。小島みゆきさんですね、新任教師一人目はですね、はい、三浦淳先生です。よろしくお願いします、州立今田町大学からやってきました三浦淳と申します。よろしくお願いします。まあ今田町大学、はい、今田町大学で今田町の方のですね、はい、学んだこと山脈がありましてね、はい、非常にね今田町山脈っていう大きい山脈が有名でした、はい、あそこで学んだことをこの学校で、はい、ぜひ行かせてください。わかりました。でここに前任の校長の銅像もありますんで。あ、わかりました、はい、銅像はもう三浦淳先生が大好きだって言ってましたから、僕はもう世界一汚い銅像を目指して今ずっと日本各地を歩き回っておりますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします、そしてもう一人、これ問題の先生で受け入れるかどうか本校としても迷ったんですけれども、TBS からですね、竹内かなえ先生です。はい、ナース部の清純派竹内かなえです。いや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 、何か住んでるよ君の中には。何か住んでるんですか。いろいろね、三浦先生ね、はい、いろいろ聞いたらですね、はいはい、我々とねライフスタイルが違うんですよ。あ、彼女はね僕が大学行ってた時に一緒になりまして今ラジオで、はい、今ラジオで、今ラジオ、この両方の生徒受け入れる大学なんですか、はい、クニリングスの方にちょっと赴任が変わりましたけどね。感動しないでください竹内、はい、竹内アナとして、はい、アナとして感動しちゃダメですから、これは絶対ダメですからね、はい、やっぱ分けた方が良かったよ、はい、絶対アナウンスマンから怒られたら俺しゃあいかんねこんなんね竹内は何歳から何歳がアメリカで育ってるの。10歳から15歳ぐらいまで、うん、中学校とかアメリカ、中学校先生です。中3の終わりの方まではアメリカにいました。中2とか中3とか、僕らがその大野くんに言われるままにコロコロカーペットをやってた頃、やってた時代に何をやってたか、先に取材しましたら、チークダンスパーティーとかやんの。そう、中学校ではダンスパーティーがあって、で学校の男の子が DJ とかやるんですけど、なんです、合間合間にこうチークダンスタイムみたいのがあってシャルウィセックスってやつです。流行ってるじゃないですか。ダンス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 。竹内、はい、そこまでは言いませんみたいな絡みが絶対で広がるから、これは、ね、これじゃ隣つけりゃ黙る人だから、こういうところに関してはダンスを、はい、ダンスの方ですか。はい、だって僕らは三浦先生どうから、はい、いい大人になって、はい、チークダンスとか
なかったですね、僕は。え、無理じゃない、あの、僕、小学4年から47歳までオナニーはやっております。それは、これはやってます。同じ説明させてもらいますと。はい、それはやっております。それは、あの、全然、はい、あの、レベルの違うことですから。あ、そうですか、違いますか。だから、チークって結構密着して踊ったりするわけですよ。そう、だから、例えば女の子が男の人のこう首に手を回して、男の人が女の子の腰に手を置くのがドキドキするの、ちょっと淡い感じでなんか。俺、シーンとしちゃった。すごい、あの、どうしてどうして三浦純先生のやつは笑えるんだけど、なんでなんで、シーンとしちゃった。どうしてないよ、そんな中学生ないって。しかも付き合ってる人とかじゃなくて、うん、友達の男の子とかとするの。あ、え、男の子も愛のないのにやるってことですか。愛のもない。普通に男の子は首に手回してるったり腰に手回してる状態でも全然大丈夫なの。普通。その男の子たちはあの土手に落っこってる本とか探し行ったりしねえの、中学生。しないと思う。普通もう毛穴から顔面出てますよね。そうね。全毛穴から。先生、あの、先生の悪い癖で、はい、先生がシャイなのは分かるんですけども、はい、無理やりそっちの単語をいっぱい出すのもどうかと思いますんで、共闘として。名刺ありかなと思って。まあ、変な名刺出さないでください。あ、そう、分かりました。出しませんもん。ごわごわの名刺をポケットに入れてください、ね。はい、この後いろいろそういった、ね、あの、自分としてはこれ薄いと思う、薄いその異性経験だと思いますっていうことを送ってもらってます。で、それが、ここ職員会議です。あ、はい、職員としては生徒として問題あるのかないのかを、うん、どんどん判断していきたいと思っております、はい、一応今日のランクは全部で10ランクですね、はい、一番低いのが問題なし、はい、その次がまあちょっとした注意ですね、今後こんなことのないように、で3つ目廊下に立ってろ、4つ目反省文を書け、でこの先が自宅謹慎1日、うん、自宅謹慎3日、うん、いよいよ定額1週間、定額1ヶ月、無期限定額、そして退学までありますんで、エロければエロいほど退学です。なるほど。でこんなのは普通のことじゃないと思ったら問題なしということになりますんで、どこ入れてんだよっていうのはないんですか。今流行ってるじゃないですか、どこ入れてんだよって見てんのよじゃなくて流行ってないです。流行ってない、それゴールデンでありえないです。ありえない、言われてもね、わかりました、はい、なんで入るまで黙ってたのかも分かんないです今日ここのスタジオに入る前もずっと三浦さんが、はい、そういう話をずっと二人きりだったんですけど、で竹内さんは悪気がないの分かってるんですけど、はい、普通今までの女子アナは席を立って他の部屋に行くんですけどね、あのずっとおられたもんで、はいはい、もう本当に焼き付けるのがもう大変だったんで周りに餌がいると焼き付ける癖がついてますね僕。新任教師同士ね、仲がいいのはうちの学校としてもいい頃で、はいはい、ね、亡き校長も喜んでると思いますんで、それじゃあまずですね、ペンネームどこどこハム太郎、高校の体育の授業が水泳だった時、あ、これはもうあれはダメだ、これはダメだ、先生もう問題あるんですか。これはもう驚愕の話ですよね、はい、もうここからはもうもうそこでですか。こちらはもう6年間男子校で厳しく、はい、もう高野山で修行してきた4年なんかなんですけどもはい、はい、もう驚愕のことを我々は満珍楼と呼んでました。満珍楼もう呼んでましたよ。あ、中国っぽく呼んでただけですよね、他の意味はなく何にもないですよ、はい、2時間連続でやる授業の1時間目が女子の水泳、はい、で男子はソフトボールなんですって。でここは考えたらやっぱり一緒にいさせないようにしてるわけです、うんうんうん、で2時間目は男子が水泳で女子はバレーボールみたいなローテーション方式だったんですが、はいはい、2時間目にプールに行くと、はい、プールサイドの壁や床に丸く濡れているところがあり、はい、ありますよね。それが女子の尻跡だ、うん、と察知した私はいつもぴったりと自分のケツを合わせて壁に寄りかかったり、はいはい、座ったりしてなるべくじっとしていました。なんだかケツが無限大に広がっていく感じしてました。感ですね。プールの水だって誤解してますよね。飲水です、それはもう全部飲水飲んじゃう、まずいですこれは。飲んじゃう飲ではないです、はい、さあそれではですね、あ、違うのか、それじゃあですね、まずはですね、はい、竹内先生から評価してもらいましょうかね、10段階ありますけれども、はい、これぐらいのことを生徒はやってるんです、うん、先生では評価のボタンをどうぞ。問題ありません。もう意味が分からない。先生、はい、先生問題終わりじゃないですか。どうして、え、私が中学校の時アメリカに行った時みんなビキニでしたから、あの女子が、中学生か、ビキニビキニ、まだそんなに発達していないのに頑張ってみんなビキニとか着て、いかにこう、そう、ちょっとね、この、 あの職員会議は生徒も聞いてますから、生徒も君を立ってますから、発達んとこだけ編集して MD に入れろ、お前。それは。もう、これ全く問題ないですね。だって、プールサイドとかに、うん、みんな体育座りしてたところにあるわけじゃないですか。うんうん、あそこにぴったりケツを合わせて、うん、繋がってるっていう感じが。ありますよね。素敵。三浦先生。いや、はい。あ、わかりました。三浦先生の、はい、評価どうでしょう。
反省文を書け。それぐらいですね、やっぱりね。とりあえず反省文は、そうっすよね。バルト船刺激なんですよ、それは。確実に。違います。バルト船です、それは。違う。そこにも問題がありますよ。はい。ゴールデンボキャブラリーが豊富ですね。なんかそっち方面。竹内は覚えなくていいボキャブラリーだから、それはなるべく切って中国の工事と混ざってることは確実にあるじゃないですか。まあ、少なくともこのテンションで座ってた場合には混ざっていきますよね。はい、混ざっていきますよね。カウパー博士の発見した方に関しても、はい、絶対混ざっていきますから、はいはい、もちろん混ざっていきます。そうっすよね。うわ、でもこんなの気づいてたら絶対やってるわ。やってないから気づいてなかったから。そうですね。当然横ウイングつけてもらって座るべきでしょ。横ウイング、もし座らなきゃなんないときは横ウイング、はい、あの北ウイング南ウイングがあるじゃないですか。横ウイングのガードを、はい、ガードをちゃんとしてから座ってもらわないと学校としては困りますね。両極端にちょっとおかしいわこいつら。さあ、それじゃあ、行きたいと思います。続いてはですね、これいきます。ラジオネーム、これなんて読むんだ、スカスカ男子校です。男子校だった私は女性の接点などほとんどありませんでした。あ、もちろん当然です。そんなある日、放送部の地区大会が市内の女子校で開催されることになりました。あ、もう宝庫ですね。ナショナルトレジャーって言われてるよ。莫大な秘密が呼んでましたね、女子校のことは。休日で生徒がいないとはいえ、女の園に白昼堂々と入っていけるのです。初めて女子校の廊下を歩いてるだけで、平日を想像して少しにやけていました。僕と友達の大沢、そして案内表示に従って控室に行くと、そこは一つの教室でした、はい、そして何気なく見た黒板のこう棚みたいなところに、はい、使いかけの肌水が載っていました。あ、気づくと大沢と二人夢中で肌水を掛け合っていました。これはあれですよ、はい、あの三浦先生、はい、女子は一切出てきてないんですか。あ、出てきてません。はい、分かってます。一切女子とは会ってませんから、はいはい、これ先生から評価いきますかね、はい、こちらはどれぐらいのものでしょうか、はい、評価お願いします。問題なし。逆にお聞きしたいんですけども、僕なら、はい、その肌水を全部使い終わった後に自分のものを入れときますね。先生、はい、先生、ノリノリは結構なんですけれども、はい、あの先生がいつもやってらっしゃる FM 局にもあるようにですね、はい、この曲にもコードがございます。ありましたね。当然ですね、各曲に倫理規定がございますんで、はい、僕もう 50% 以上これ株買っちゃってるんで、大丈夫だと思いますよ。買ってないです。どんな曲になるんだっていう、お色気対象しかねえ曲になりますから、そうしたら。はい、さあ、竹内先生、はい、こちらの方は、はい、今後このようなことのないよう注意してください。なんでこっち怒ってんだ、逆でしょ。だってさっきは直接的だったけど、こっちはだって肌水からきっとすっごい妄想してるだろうなって感じが。先生の基準が分かんないんですけども、本当ですか。あのこっちが最初の妄想よりもやっぱりダメ、肌水はダメなんです。最初の方がなんか可愛らしいですけど、こっちのが妄想がどんな妄想してんの、製品の肌水ですよ。そうですよ、女子の肌水はないですよ。分かってますよ、ここで分かってますよ。この格好おかしいよ、女子の肌水をボトルに入れて置いとく人はいないですから。なんか考えてそうで嫌だ。なんかこうおかずになるのが嫌的な、おかずなんていうの。いや違う違う違う、おかしいだって恥ずかしいっていうか、なんかその妄想の先が不安っていうか。この後、はい、ズバットの方もございますから、おかずではございません。そうですよね、ございませんよね。妄想されるのが嫌っていう形で言葉のチョイスは結構ですから、はい、でもなんか面白いですね、はい、こっちのがちょっと変態っぽいの、エロが、うん、こっちのがなんかいたずら、さっきの方が可愛いいたずら感が漂ってる、はい、この辺が分かんねえな。こっちのがなんか生々しい。俺は肌水は浴びるわ。浴びます、うん、俺高校生だったら肌水は浴びる。それ別に何も妄想しないでわーいみたいな感じなんですか。妄想もするでしょ。よし、ここで男同士で掛け合ってるわけですから、はい、別に問題はないじゃないですか。そうですよね。それを異性にかけたりするとまたちょっと性的な問題が出てきますよ。出てきますけど、はい、ね、浴びる言う的なもんがあるじゃないですか。浴びる的なもんはあのダジャレの中に深い意味を込めないでください。これ面白いな、ちょっと。さあ続いて、じゃあちょっといきたいと思います。ですね、もうこうとこから結構これどうかな。はい、ペンネームフッキー。僕が中学校2年の頃、クラスに好きだった Y さんという女子がいた。 Y さんは背が低く身長が150センチぐらいしかない、うん、
その小ささを含めて可愛いなと思っていました、はい、ある日特に具合が悪いわけでもないのにクラスの男子数人で保健室に遊びに行き、そこにあった身長計でみんな身長を測ろうということになりました、はい、みんなが春の身体測定から身長が伸びた伸びないの話をしている中、クラスの男子で一番小さい小林くんが身長を測ると、うん、なんと150センチ、周囲のみんなはやっぱりおめえちっちゃいなとか言って笑っていたのですが、僕だけは小林 Y さんと同じ身長かと大興奮。それ以来小林くんと向かい合ったりすると、 Y と向かい合うとこんな感じの目線になるんだなとか、体育の授業中小林くんとペアを組む体操とかがあると、俺がこんな感じにかがむと Y の顔はここに来るのかと妄想しているうちに、なんだか小林くんが可愛く見えてきました。結局卒業までY さんとは一度も口を聞けませんでした。問題ですね。全然反応違うじゃないですか。可愛いですね、これはね。問題ですよね、これね。ですね、これ。じゃあ、これ竹内先生の方から。はい。竹内先生、不思議なリアクションしてましたけど。どうして、いいですか。どうぞ。問題ありません。でも可愛い、可愛い。これありですか。あ、可愛い。あのね、これはあれですよ、あの大きさとはこそ違いますけども、よく僕は中学生生活の間、まあ父を揉まれました。いろんな人からでいて、またそういうやつって怖いやつとか来るわけですよ。怖いやつとか来て、田中父揉ませろって言うわけですよね、うん、お前は黙ってろって言われるわけですよ。これで声出すなと、目の前でいつも本当に先生殴るような不良が俺の父をぎゅうぎゅう掴みながら自分の好きな女の名前を言ったりするわけですよ。竹内俺シーって感じ、あはいってなりながら顔分からないんですか。何がですか。なんかないけど乗るの俺。乗からないか。そう、よんかないよん的なやつ。そうそうそう。じゃあ黙って頬を分からめながら下をずっと向いてる役なんですよ。そうだ、それの触れ合わない番じゃないですか。うん、可愛い。もしいたら、うん、なんか抱きしめたくなる感じですよね。可愛い。あ、そういうもんなんだ。うん、淡い恋心的な、うん。全然問題意識高そうな先生が、同僚の先生が問題意識高そうなんですけど。厳しいですね、これは。それじゃちょっと先生お願いします。はい、評価の方。自宅禁止3日。頭冷やせよ。頭冷やせですね。なぜ時計に長針と短針があるか。っていうことは、やっぱり童貞が見て重なっている時がぴったり来るからだと思うんですよ。ずれているぞと、はい、男の人が背が高くて女の人の背がちょっと低いようになっているのは、はいはい、ぴったり合うことを想像しないようにできているわけですよ、神様が。若い頃には分からないように仕掛けてあるのにもかかわらず、ちょっと目線を外すことで、はい、そうですね、分からなくしてるのに、はい、何お前こうワンクッション置いて、はいはい、妄想にで繋げてんだみたいな。なりますよね。先生、意外にいいこと言ったような気がするんですけど、はいはいはい、なるんですよね。だから今駅前とかに置いてある銅像が、はい、高い台の上に乗せることによって目線がチンポの位置に行くということが最も危険だっていうことを僕は言いたいですよね。そこで止めときゃだったのか、あそこで止めとくべきだったのか、はい、そういうことか、ね、でもぴったり合うっていうことに気がつくっていうことは、はい、最も義務教育のうちには危険なことですね。これは気がつかないままの方が絶対にいいってことですよね、はいはい、昔はあの割と若いギャルみたいな女の子と、はい、ハリー・リームスっていうのよくありました。僕ら当時わからなかったです、はい、なぜこんな小さい女の子と、はい、あんな巨峰と言われてるハリー・リームスが何をしてるんだろう、はいはい、できるわけないだろうって。ハリー・リームスっていうのはね、レッドソックスの4番を打ってた、4番バッター、ホームランをすごいいっぱい打ってる人で、あの自前のバットでね、いっぱい打ってた。自前のバットがもういいですか。もういいです。私は意外に強度として竹内を守らなきゃならないところも少しありますんで、それじゃですね、一回 CM 挟んでですね、はい、まだまだいろいろ事例を出していきたいと思います。さあ、引き続き三浦淳先生と、はいはい、竹内香音先生、よろしくお願いします。なんか僕らには分からない世界なのは、プールで水の後にケツを合わせてるやつはちょっと可愛らしいことで、うん、肌水を大沢くんと掛け合うのはダンスか。エロい。はい、あ、面白いな。多分三浦先生、はい、僕らこの辺の感覚を逃してるから童貞をこりゃしちゃったんですよね。ここは読めなかった。で、ちょっとちょっとエッチな話して、はい、女の子が受けてると思って、はい、調子に乗ったらドン引かれってすごいあるじゃないですか。調子に乗ったらうんこの愛とかしちゃってね。しちゃってね。受けてると思っちゃってね。全然受けてないですよね。こじらしちゃってね。もう本当大変でした。そうなんですよね。我々職員もね、気を引き締め直していかなきゃならないんですが、はい、次の話題に関しては、じゃあこれ終わったところでモバイルで
皆さん10段階でどう思うかっていうのを一応聞きたいと思いますので、スタッフの方はちょっとモバイル開始の用意をしててください。これが終わった時点でですね、TBS のラジオモバイルの方から、私の番組の方を選んでいただくと投票できるようになりますんで、それじゃあですね、クロノートン先生。高校2年の時、部員2名しかいないパソコン部に所属して虫っぽい生活をしていた僕に人気者と逆ベクトルです。虫っぽい生活ですね。クラスでも結構可愛い部類に入る女の飯田さんが今日の放課後自宅に来てほしいと言ってきました。モテないことにすっかり慣れていた僕はきっとパソコンの修理かなんかだろうと思いましたが、かなんかじゃなくてパソコンを修理してほしいとのことでした。ズバリそうみたいです。けれどもバキバキの童貞高校生にとって女子の自宅の部屋に行けるというだけでもかなりハイカロリーな食事、喜び勇んで出かけると通されたのは彼女の父親の部屋で、ものすごくがっかり。さっさと用件を済ませて帰ろうと症状を聞くと、なんだかわからないけどインターネットをしていたら何もしていないのにいろんなものが表示されるし、スイッチが切れないとのこと。ん？この症状と思い、モニターのスイッチを入れると予想通りエロ系の広告が開き放題。何も質問していないのに、何もしてないのに突然こうなってねを繰り返す飯田さん。間違いなく迂闊に悪質なエロサイトに入ったに違いない。僕は何度も経験している。お父さんが帰るまで絶対直して絶対直してと聞いて、飯田さんがエロサイトを見たんだという妄想でいっぱいになった僕はかなりクラクラしていましたが、直し終わって家を出るときに、多分君のお父さんがちょっとエッチなサイトを見ちゃったからだと思うよと言ったら、そうかもしれないやーねーと言っていました。どうか今後ウイルス対策ソフトが進化しませんように。そんなとこまで心配されてるんですね。要するにこれ対策がしっかり取れちゃうと二度とこういうラッキーがないっていう、これはねすごい思うんですよ。モテないこと自覚しててこういうことが起こった時に、なんだこれみたいなすごいこと起きてるぞっていうのは、僕これ大好きなんです。これ読んでてかなりやらしいと思っちゃうんですけど、いい話ですね。でも女子からしたらこういう人は心強いでしょ。心強いですね。っていうかそこのエロさが分からないです。ところ見てるんだっていうことがエロいってこと？先生すごく無反応だったのは、竹内先生無反応だったのは、この中に一切エロを喚起させるようなものは入ってないと。はい、先生の持ち物検査間違ってるわ。どうせ、それ興奮するもんなんですか？だってね、自分が女の頃行ったことなくて、行ったら親父の部屋で親父のパソコン見たら、エロサイトがいっぱい開いちゃって、広告がこういうビデオはここで買いましょうが開いちゃってるっていうことは、それ自体でね、それ自体であれこの子絶対エロサイト見ようとしたじゃんって、そうですよね、はい、うちの親父の部屋でこけし見つけただけでもれる言ってましたよ。それは先生過敏すぎない？過敏ですかね。信州の土産だったんですけどね。単なる信州の土産。これは信州ですかね。これは大丈夫ですかね。これ。それは信州です。これ信州です。信州、ギリ信州ですから大丈夫ですけど。これちょっとじゃあ三浦先生これはいかがなもんでしょうか。これ問題なし。これは問題ない。これは問題ないです。これとちょっと罪としたらパソコン直してって言われたところをあそこって聞こえたんだと思うんです。あそこ直してほしいって言われたのはちょっと罪ですけども、聞き間違いですからいいです。これはあとは不可抗力で彼女がどんどん仕掛けてきてるわけですから、はいはいはい、こっちは何も妄想を描くとこはないですからね。俺こんなのあったら、はい、俺多分相当なとこまで行っちゃうと思う、この子俺のことをちょっと試してんじゃねえか。いやもちろんそれはもちろんです。それの試してるのは確定の上で問題ねえってこと。いい問題です。あ、そうなんですそれ、大丈夫です。いいんじゃねえの、向こうも試してて騙されたんだら、そうですそうです。いいプレーをしましたね。プラマイゼロですこれで、はい。自分が仮に、はい、そんなことは TBS のアナウンサーに限ってはないと思いますよ。ないと思いますけども、ありえません。仮に、たまたまインターネットで、まあ今ね、死後になりました、ネットサーフィンをしていたら、はい、エッチなページを触ってしまいました。はい、自分が。はい、バーッとエッチな広告だらけになってしまいました。はい、それでどうするんですか？まず自分で一生懸命直して、はいはいはい。でもやっぱ頼むかな、そうやって。頼む？で、自分がやってないし、多分お父さん、弟が、みたいな。弟がこれやっちゃって見たみたいでみたいなっていう状況で、
そん時悪いけど俺に頼んでもらえる？俺悪いけどすっごくこれ楽しみそうな気するんで俺。あ、じゃあですね、まあ、あの生徒会の皆さん、ラジオモバイルの方も空いておりますので、一応これは二人とも問題ないコース、ほぼ問題ないコースですよね、うん、なっておりますけれども、生徒会の皆さんはどう思うかをですね、TBS ラジオモバイルからですね、ジャンクのページに行くと、伊集院光深夜のバカ字から新コーナー投稿フォームというのがあるので、そこから送ってください。詳しい送り方はページに書いてあるので、それに従ってください。とりあえず、題材はこれから読むネタではなくて、今の彼女の家に行ったらお父さんのパソコンからエロ、広告が溢れてると、どうやらこれ彼女がしでかしたことらしいというこの流れの中にですね、あのどれぐらい学生としてふさわしくない感じが入ってるかっていうのを評価してください。じゃあですね、引き続きまだいける一枚ぐらい、こちらの方も言っておきたいと思います。ペンネーム感謝感謝感激雨ゴンドズリ中3の時、はい、中3の時僕の家が燃えました。え、それはね問題なし。いや、まあまあまあ、性的には関係ない。性的には関係ない。お母さんが燃えましただったら問題ある。あ、それ問題あり。家族が燃えましたはダメですよ、ね、ダメですけど、家はしょうがないです。これは仕方ないですけど、はい、全焼でした。全焼、あ、これかわいそう。怪我人は出なかったのですが、かなり生活に困ってしまい、学校で僕の家を助けるために古着を集めることになりました。それはそれで普通に助かったし、はい、嬉しかったのですが、はい、もらった古着の段ボールの中に、はい、同じクラスの女子が、はい、僕の2つ下の妹のためにくれたお風呂の制服やらスカートやらが、はい、たくさんありました、はい、もちろん妹のものになりましたが、はい、生活も落ち着いた後でふとまた家燃えないかなと思ったり思わなかったりします。これは意外なところにありましたね。これは幸い転じてってやつですよね。そうですよね、これね。これ意外なところに出たんですよね。なんかこう、体のない、あの、はい、悪意の一切ないブルセラ的な、はい、そういう匂いがすごい。それは彼はそれを着てみたとかっていうのはないですね。匂いを嗅いだこともないんです、ね。あの、もちろん妹もになりましたっていうところには、嗅がずに妹もになったけども、あとで冷静になったら、はい、これすごいことじゃねえのっていうのは喚起されたでしょうね。これリアルに考えたことないけど、どうなんだろう。でもそうですよね、うん、同じクラスの子が例えば中1の時使ってた、うん、2つしたら中3でしょこの人、中1のその妹に中1の時使った制服をバンバンくれてるわけじゃないですか、うん、お下がりってやつですよね。しかもだって1回クリーニング出すまでは絶対匂いしますもんね、前の。あ、いいよ。俺たちが想像広かった思いも。どうして普通クリーニングには出してると思いますよ。出してからくれるか。クリーニングには出してる。匂い付きじゃないってことは。てか、あれ、竹内さん、これ善意のもとに行われてる行為ですから、行為自体は。そうですよね。さあ、まあ基本的にはですから、この、まあ、あの、主人公といいますか、帰ってきた男性の頭の中のこの思いとかは、学生としてどうですかっていうことですから。さあ、それでは、三浦先生、どちらですか、判定の方お願いします。廊下に立ってろ。これですかね。ちょっと頭いい。この服でね。そうですかね。廊下には立ってるけど、うん、ちょっとピッチピチの女子の制服で立ってろっていうね。うん、ってね、はい、これぐらいでいいですもん。これぐらいで許してくれます。はい、これぐらいで許します、うちの学園は。さあ、竹内先生。はい。はい、反省文を書きなさい。これちょっと厳しくなりましたね。そうですね。で、私も、とかも女の子も男の人の学ラン寒い時になんか着せてもらったりとか。いや、ごめんなさい、これがあの前校長と三浦さん男子校じゃないですか、はい、ないんですよね。そんなもんスケバンの池玲子しか着てなかった本当に学ラン男の学ラン女が着るなんて何歳向けの番組だよこれ池玲子が当選の様子見たことないもんこれ。いや、なんかあるんですよ。モテない組はそうでもないですけど、あと特応援団をちょっとやるからとかつって来たり借りたりとかすると、うん、もうそれはもうドキドキしてやっぱりいけないことを考えたりみんな多分してたかもしれないから、女の子も、これ何々くんの匂いだとか、わーっしゃわーっしゃやったー、もう来た、みこし来た、今団子祭り来たね、俺来たー、これ失態が今来たわ、エリザベスみこしも来たよ、もうすごいなー
その罪悪感も振り返って反省文だなと。とんでもない。てかあのそっちの発言が全然大学もんだけど。ギュッと抱かれてる感じなんですか。包まれているみたいな。うわ、ここ盛り上がってる。怖いか CM。CM。いやー勉強になるわすごく勉強になるわでも三浦先生は男子校じゃないですか、はい、僕はもう6年間男子校でました。で僕はずっと共学だったんですよ、はい、あーそうですか、はい、そうなんですよ。ど生まれ変わったらどっち行きます。いやもうさっきの話じゃないけど、はい、確かに共学でモテない方がきついですね。 CM なんてその話をちょっとしたんですよ。男子校はもうモテなくて当然と思い込んでて、はい、女子すら女子しかがいればモテると思い込んでましたから僕。でもう女子がもうすぐにセックスできると僕思ってました。共学でさえあればっていう、はいはいはい、思ってましたね。逆に難しい。僕はもう共学行ってて全然モテないから、うん、そのもう地獄なんですよ。共学で弱い立場になったりするともう女の人まで、はい、あ嫌なもんなんだと思ったりするから、はい、だから今これぐらいになってって高専の渡辺君に、はい、あの自分の暗いのを隠しながら自慢するのは楽しい、はい、あのそこは楽しい、こういうことあったんだよっていうのは楽しいから微妙なんですけどね。さあ、今モバイルを一応集計中ということで、生徒さんの意見の方はですねこの後出てくると思うんですけれども、じゃあその次にもう一回行きたいと思います、はい、じゃあですね、いいことで悩んでますね皆さんね。みんないいことで悩んでますよ本当に、ラジオネームシュインマジシャン。高校の修学旅行で長野のスキーに行った時、スキーの班は出席番号順に決められていて、僕はクラスでも女の子に人気な S 君たちと同じグループになり、僕一人ものすごく浮いていました、はい、事件が起きたのは2日目、午前中のスキー教室も終わりホテルに向かってゲレンデを歩いている時、同じスキー場に来ていた他校の女子を S たちがナンパし始めたのです。はあ、僕たちはキャラ通りそれを無視あ僕はキャラ通りそれを無視してホテルに帰りカレーを食べていましたがその夜 S たちがナンパした女の子の学校の先生が怒鳴り込んできて、はい、同じ班というだけで僕もみんなの前で土下座させられ、しばらくの間正座をさせられました。あれ懲りない S たちがでもさ一番左の子は絶対すぐやらせるタイプだよなとか言ってるのを聞いていたら、なんか僕もすぐやらせてもらえるような気がしてきて来ました、はい、以上僕のナンパ初体験でした。よかったですね。でもねいい話聞けてね。あもうあ男子校でもそうなんですかね、あのモテるやつの武勇伝聞くの、はい、あもう大好きですよ。俺モテるやつの聞いて硬くなってたのよくありましたよ本当に、はい、いや俺下手な深夜放送より立ちますからね友達のリアルじゃないですか、リアル知ってる学校名とか出てくるから、はいはい、もうすごかったもんだって未だにすっごい強いと思う。若手のお笑いってモテるブームじゃないですか。あ、はいはいはい、ナンパとかすっごいするらしいですね。そんなもう家にお招きして聞きますもん。ああそうですか。どういう招いて招いて講話の方をいただくことはありますからね。さあこの経験は、うん、ランクで言うとどうなのか、うん、三浦先生じゃあまたお願いします。今後このようなことがないようにですねってことはこれあのカレーですね問題はねそこ、はい、ちょっと待ってください。この人ナンパ参加してないんですけどカレーに問題がちょっとありました、はい、いややっぱりねやっぱ一応近くまで行った方が、はい、そのよりカレー食わないで近くに行った方がよりねデータがたくさん入るんですよ声かけられなくても自分はね先生、はい、立場がすでにエロっぽい方を、はい、エロ学生の方になってますエロの方を推奨し始めてますからイメージしやすいかなと思ってほらカレーではイメージしにくいでしょ。はい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 、はい、カレーを思いながらっていうのはちょっと無理ですから、はいはい、そのナンパしてた彼女たちの顔を焼き付けて元に戻ってた方がまだ良かったんじゃないかなと思う。ちょっと焼き付けをやってないのが、はい、ごめんなさい、あの三浦先生先生じゃなくて生徒のグループの一人になってて煮込みの方でしたねこれねカレーはね、そして竹内先生こちら、はい、反省文を書きなさい。あ厳しい。竹内悪くねえじゃんこいつ。だってどこが悪いんですか。悪いとこどこなんですか。どうですか。だってやっぱ一緒に行ってほしいのと、あと展開的に一緒に行っては欲しいでしょ、うん、カレー食いに行くっていうのは良くないでしょ。あとねそれがね展開的にはカレーを食べてるところに、はい、あのボーイズ B で言ったらきっとカチャってくるみたいな。お前なんでボーイズ B とか知ってんの。好きなのすごい。ボーイズ B 読んでるのは D 組の僕ら D 組の生徒だけですけど。だから一人でカレー食べてるところに、はい、カチャみたいな、さっきいたよねみたいな風になったらよかったなって。
ていうのがちょっと残念。俺たまに思う時があるんだけど、竹内の中には童貞が住んでるんだよ。なんかわかんないけど食いつき方とかもなってほしかった。あ、うん、っていうことはもう行くんな行くんでちゃんとナンパに行けと。そう。ナンパに行ってあのこの話に入れるようになると。で行かないなら行かないんで出会いよあれってお前この人の力で何でもできねえじゃんか出会いあるかどうか。いやちょっと演出できるんですって僕は帰るけどねっていうのを出すと女の子があ帰っちゃうんだって思う時がある。ごめんなさい。その女の子にカレー一丁って差し出すことだってできますよね。お腹減ってる場合はね。これはいいかもしれない。すいません。あのこの生徒さんは。なんですか。じゃあその S 君たちよりもナンパ上手ってことになりますよね。まあ本当の意味でね、本当の愛をゲットできますよ、その方が一番の地頃ってことになりますからね。じゃあですね、またモバイルの方を一回投票したいと思うんですけれども、できますでしょうか。じゃあ先ほどのモバイルの結果出た、先ほどのモバイルの結果は、こちらで結構ですか。わかりました。先ほどのテーマになっていたこと、はい、ね、高専の渡辺君、高専の校長、校長、先ほどテーマになっていた、テーマになっていたメールをいただけませんか。表の方に行ってないで、ね。まあ、表に抜いてたろ、この野郎。抜くな、抜くな、ね、先ほど生徒の意見を聞いてたのはですね、途中さんの時に家が燃えたと。あ、家が燃えた。はい、燃えて、はい、来た、その、救助物資の中にですね、はいはい、いろいろありましたってことですけども、ばらつくんですけど、基本的には、はい、まあ今後このようなことがないようにとか、そんなに問題はないってことですね。だから、もしこれを一枚でも自分のものにしてれば、はい、もうかなりみんなきつい評価にはなったと思うんですけれども、廊下に立ってろと、今後こんなことのないようにが基本的に多いですから、あの先生方は生徒と同じようなちゃんと気持ちで判定してるってことですね。じゃあ続いてもう一発、ラジオモバイルの投票の方行きますので、こちらの事例の方を読んでいただきたいと思うんですが、ちょっと用意の方ができないんですか。じゃあ一応、まずは、そちら抜きにして、こちらネタの方を、はい、いただいた作品の方を読ませていただきたいと思います。ペンネーム、シャー専用赤月。高2の学園祭でコントをやることになった僕たちの班。よくねえな。先生まだ何も。あ、そうですか。もう、はい、コントっていうの引っかかりましたね。ちょっとね。はい。コントとチンポが似てる。いや、違います。違います。それ全然似てませんもんね。似てません。これは。日頃からお笑い好きを自称している僕がネタの台本を書くことになり、メンバーが男女3人ずつの6人なことから合コンのコントにすることにしました。練習しながら書いているうちに、全員若者じゃない方が面白くなると僕自身の役を居酒屋の店員なのに合コンに割り込んでくる白木屋つぼ八なる親父に変更。おっさんキャラを立たせるために、おじゅうちゃんぽいんだねというセリフを作ったら、言われる立場の女子の S 沢さんが大爆笑。あ、受けたんですか。受けたみたいです。はい、エロネタが受けた。受けたんですね。これに気を良くした僕は、日頃は絶対言えない揉ませてちょうだいという、それ台本になかったアドリブですね。もともとなかったやつ、これまだ本番前なんですよ、はい、これね、はいはい、まあ、どんどんこう作品が進化する中に入ってるんですね、はいはい、揉ませてちょうだいを追加、流行りそうですねこれ、はい、これもこれには S 沢さんもイケメン男子役の小暮くんもメンバー全員が大爆笑と、うん、でこういう感じでどんどんネタを作ってったんです、はい、でこの辺から僕は天狗になってしまいました、はいはい、というか下半身が天狗になってしまいました、ね、白木屋つぼ八さんがやることだったらどんなエロいことでも許されるわ。それはダメだ。その言い分は聞かないよ。いけません。よく飲みに行く、はいはいはい、手前そこはビシッと、ね、そんな店員さんはおられませんよ。おられませんよ。営業停止ですから。思い切って、はい、ここでおっぱいをツンツンする白木屋さんというトガキを入れたところ、S 沢さんが、あら、女性ですよ、ツンツンされる立場ですよ、はい、考えれば、はい、S 沢さんが実際に揉んだ方が面白い。ちょっと居酒屋の解釈が間違ってます。間違ってる。居酒屋じゃないですよ。まあ、コントですから。コントですから、コントですから、ね、うん、あのこんなあの居酒屋があったらみたいな、もしもシリーズみたいなやつですね。わかりました。実際揉んだ方が面白いというではありません。ありゃ、もうこうなったらギャグもクソもないです。チンチンを顔にペシペシする白木屋さんもと思っていると、はい、小暮くんが興奮して俺のおっぱいを揉みまくるっていうの面白くねえと言い出しました。男が、つまんないやんだったね、これ余計なこと言ったな、これ。そっちが採用されました。あら、結果本番では小暮くんのおっぱいを赤くなるまで揉みました。すごく受けました。これで良かったのか。今何ですね、ずっと
でも気持ちちょっとわからない、わかりません。だって三浦さんも小説を書くじゃないですか、はいはい、ああいう時にちょっと自分を重ねたキャラクターがありますよ。あ、はい、勝手に頑張り出す時ないですか、はい、なんか名作か書く時は、ま、名作書けてるなと思う時はガチガチです僕進歩ガチガチなんですよ本当にいいの書けてるんですよ本当に。三浦さん書く時って基本的には、はい、全然なかったことよりも自分のこう、はい、入ってるじゃない自分キャラが、はい、あのキャラクターの名前は純ですからもう自分の名前でやってます小説が小説じゃないですよね自伝家って呼んでるんですけど、あの、ね、はい、あの先生のすごいところは、はい、あの一番楽しんでほしいのは自分なんですよ漫画家の人も自分を喜ばすのは難しいですから ね人を喜ばすのは難しいですよ。難しいかも。俺もでもちょっと分かるのはコントのキャラクターとかをつけてもらうと全然違うこととか言える気がする。これツンツンとかあ、はい、いけねえ、多分言える気がする俺全然。さあまずここはモバイルいただきましょう。モバイル用意できましたか。それじゃあですね、これはなんでもうまあ問題ないと、これぐらいのお調子乗りは問題ないと思うのか、いやいやこれはものすごくあのエロなことでこういうこと絶対やっちゃいけないと思うのか、生徒会の皆さんからのご意見の方をじゃあ今から受け付けます。さあそれじゃあ三浦先生はこれをどう取っていきますか。今のやつですね。今のやつですよ。はい、お前は退学。出た、やめさせられた。全員退学です。すいません、全員退学です。まず、あのこの方ですよね、このメインの。まずそのコント集団、全員退学ですよコント集団として名前が出てない人も、はい、ダメですか。これダメです、これはダメです。ダメですか。やっぱり金ちゃん劇団だって金ちゃんが捕まったら全員ダメですよ。なんでもうそれは絶対ダメなんです。学生はやっぱり学問をするとこであって、はい、そんなコントをするとこでございませんので、ましてやここはもうはっきりうちは厳しいんで言わせてもらいますわ。ましてやもうモテ、コントの中でモテようなんていうのは、はい、ヤマハのポップコーン以来ですよ。そんな大概ボーカルとキーボードは必ずできてるんですよヤマハのポップコーンの場合はね。見てて不愉快だった俺ずっと昔から。その不愉快さがさらにコントの中に入ってると、はい、僕ねあのバンド内で付き合ってるやつとかいうのが大嫌いなんです僕は。うちの高校の方針ですよ俺ほんと嫌いです。あ、先生そういえば音楽の教師も兼ねてるんですよ、はい、そういうところではね。なるほど、そう考えると、その本人が考えてることっていうのは、はい、このコントっていう集団において、ペツティングをこう入れていくことで、はい、そうです。しっかりやっていこうじゃねえかみたいな。コントでチンチンカモカモっていうんですか、それ。あの、軍団の名前。ね、軍団の名前は一切出てませんから。軍団の名前。まあ、チンカモが、このコントチンカモが。これが。さあ、これ、竹内先生はこのように。はい。はい。定額。ああ、ほら、厳しい先生も。これは、こういうことは、あの、大人になってからしましょう。大人になってもあんまり言ってないんですよ僕大人になってコント書いてこんなことしたことないんですよ。いやその便乗型っていうんですかね。あの大人になってからこれやろうと思うとイメクラに行くことになりますけれどもおそらくですね。そう、そういうことですよ、はい、大人になってからお金を払ってやれってことですよね。そう、大人になってからやって大人のやり方でやってください。あそうですか。危険です、高校の時からこんなことしてたら。そうですよね、はい、こういうノリでねこういうことするべきじゃないですよね。歯止めが効かなくなっちゃう。そうです、はい、エスカレートどんどんやっぱりしていくわけで、そうです、そこ入れていった方がいいんじゃないっていう話になっていくから。あ、これ変な話、これが空気読めなかったからいいようなものの、そうですよ。そうじゃないと、うん、もう全然コント部分なしになってきます。もう笑い多少になりますよ、ね。全然、ね。それは良くないですよ。そう考えたら良くない。これいいとこで。ギリギリですよ。危ない。もう危ないです。もう大学で違う学校行ってもらいましょう。これ。そういうことですよ、ね。空気を満たします。これは。この本当中南は。あの前校長も、はい、あのこのメールを読んだ時にですね、かなりお怒りでですね、はい、あの校長もやっぱり放送作家という仕事をやっておりますから、はいはい、あのやろうと思えばこういうことできなくはないわけじゃないですか。はいはいはい、やらないで来ましたから、相当許せないってことでしたね。はいはい、ただですよ。羨ましいか羨ましくないかって聞いた場合はどうですかこれ。羨ましいですものすごい羨ましいですそんな学生時代欲しかったですねあの自分がボーカルとキーボードの関係の場合自分が僕が学園祭でやったのは、はい、あの紙芝居でした。紙芝居やってあの糸でこう人形がこう動くやつやってもうブーブー言われたりしてましたね一人で一人で一人でですよ男子校で一人で一人です、はい、これけしからんですよ。けしからん、こんなのいけませんそれは。男女がチーム組むことけしからん、うん、いけませんねただこういうイメクラがあったら僕は行きますよ間違いなく。コントが途中からグズグズになってくってイメクラなら僕は行きますね、じゃあですね皆さんモバイルを今開きましたんでどんどんこちらの方に意見をください、それじゃあですね続いてですね問題なさそうなやつ生きてんだけどなこれいきます、かなり問題がなさそうなやつです、春曲げ団高校3年生の時学校で健康診断があり、結果の用紙を保健委員の
2年生の女子からもらいました。うん、僕は尿からタンパクが出ていたせいで保健室に呼び出されて、うん、時田先輩ちゃんと読んでくださいねと言って手渡されました。ラブレターもらうのってこういう感じなんだろうな。本物もらったことないからわかんないけど彼の人生最大の異性に近づいた日です。これが異性から物を渡されたわけですよ、ね、手紙ですよ。プレゼント手紙ですもんね。しかも内緒の手紙ですよ。内緒の手紙、ね、タンパク出てますからタンパク出てますから。そうですよね、はい、これはエロいのかな、これはエロさないのかなっていう。今ね、これはエロさないでしょう、僕から言わせれば。さあ三浦先生はどうなんでしょう、はい、三浦先生こちらは定額1週間、先生ちょっと待ってください。あの彼は勝手にラブレターってます。これラブレターじゃないですよ。ここまででね、はい、話を聞くのは普通の教育ですよ。この先があるわけじゃないですか。来年こそもっと出してやろうとか妙なもの出していこうっていう気になるに決まっています。これは若い頃に反省しておかないと、はい、そうですそうです。要するにタンパクさえ出れば、うんうん、女子からラブレターがもらえるっていう間違った意識が育ってさらにもっと違うものを出せばって思う可能性があります。これには先生、はい、僕本当目から鱗です、これ。単なる勘違いだからって言って、ね、あのそのまましちゃいけないわけですよね。目を積んでいかないとダメですね、そういうとこはね。そっか、ね、竹内先生どうですか、これ。私はもう問題ありません。問題ないと思います。僕は三浦先生の話に賛成ですよ。意外にね、学生時代にちょっと間違って入った知識が、ね、こうフェチズムにつながっていくこととかがものすごくありますから。で将来人の唾が欲しくなったりする場合ありますよ。本当なんだって。本当なんだって。そういうことだ。でも絶対そうですよね、はい、フェチズムの発生って割とそういう体験がどっかから何か嬉しくないはずのことが嬉しくなったりとか、エロじゃないものをエロに感じたりするところから始まります。マイナスをプラスに感じた時が一番危険ですから、はいはい、だって自分がどうしてこんなにこういうタイプの DVD が好きなのかなって計算していくと思い当たる節が必ずありますから、ね、あります、あります、あります。三浦先生といると勉強になりますね、はい、うん、あの間違った勉強の方が弾いてってね、今日聞いたことを絶対ミノモンタさんには言わないでね、ね、絶対言わないでね、この後あると思いますけれども、はい、さあ、それじゃあですね、もう一個いきたいと思います。ペンネバッキーマン。中2の夏休み、中2がまず多いんですよ。中2ですか。中2高2が多いんですよね、はいはい、同じ班の A さんの家に集まって勉強合宿をすることになった、初めての女性の部屋のあまりの落ち着かなさに A さんのお母さんの持ってきたジュースをワンコ状態でパカ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 飲んでいたらお腹が痛くなり、トイレに行くと高そうなピンクのトイレットペーパーの先端が三角に折ってあるでありませんか。ピンピンですね、それは。これはピンピンです。これが例の三角折りか、うん、その感動ときたら、その三角のペーパーでうんこを拭くのが遅い多くて、うん、便器の陰にあったクイックルでケツを拭いてジンジンしたものですあれでヒリしますよ。あれヒリしますよ、消毒するようになってますね。そうそう、消毒に入ってますからね、勉強終わり家に帰る途中、近所のスーパーで同じピンクのトイレットペーパーを買って帰宅、うん、家のトイレにセットして記憶を頼りに三角に折ってしばらく見つめていました。ああ、普通だったら空に向けたら飛ぶからね、あの飛行機みたいに飛んできますから。そうですよ、ちょっとあのゆずっぽい感じのね、うちのお袋はどうしていきなりトイレットペーパーなんて買ってきたのとか不思議がっていましたが、たまたま安売りだったからと不自然な答えをしていました。三角折りします？しないですね。した方がいいんですね。じゃあ、まあ、夢は与えるね。ET にはね、受けますね。これはね、夢は与えますわ。でもどこでもかしこでも三角折りする女の人とかは嫌だなと思う。それ女の子同士で考えるとちょっとアピール入ってんじゃねえのっていうのある。そうそうそう。なんかどこ行っても私ん家来ても。うん、三角折りにしていく子とか、私がしてないのに、あと男の子の家に遊びに行って三角折りすると。うん、なんかなみたいなのはありますよね。ちょっとこれアピール入ってるのがあるんだ。ほいでそのまんまとアピールに騙されるから、うん、すげえもんいただいたみたいな、うん、ちょっとやっ、ああそうなんだ、やっぱそうなんですね。三角折り、俺三角折りは、うん、こう先を尖らして肛門の周りをこうすんだと思ってた実用だ。だってうちはお年紙でしたから、ずっとほらぽっちゃん式便所で、いわゆるちり紙ですよね。ちり紙でしたから、ちり紙、こう先端を尖らして、はい、まずアナルに入れてそこでクリクリするもんだと僕は本当思いましたよ。押しやすいように鋭角にどんどんしていくんだと、はいはい、だって
ペタッとしてるわけですから、はいはい、鋭角にした方が一点を集中できますよね。耳かきの方式と一緒かなと思ったもんでしたけど。あ、じゃあ変な話、三浦先生の女性が来て勝手に三角折りにしていった場合には、はい、純さん、はい、アナルをほじりなさいっていうメッセージだと思ってたんですよね。そういうことだと思いましたね。初めて見た時はね。俺どこなんかね、友達の家に友達の彼女が来てる時にたまたまいるみたいなケースが一番その、はい、モテない群は多いんですよ、はい、女性とのその交流みたいのが。そしたら友達の家のトイレやっぱ三角折りしてあって、その彼女が三角折りしてあって、なんかやってるとか同棲してる感みたいのをそこで一番感じて、この二人は完全にできてるみたいな、当たり前なんだけど完全にできてるって感じて、彼氏んちでやるのは絶対縄張りみたいなもんもありますからね、他の女性に対して。縄張り、そうか、そうそうそう、他の女が来ないようにや、そうそうとか来ても分かるとか、分かるんだ、バレるように来るなよみたいなことだと思いますよ。じゃあ、あの時俺と神原くんと神原くんの彼女がいたんですよ、家に、うん、で俺が部屋に入ったら、これ見逃し三角折りにしたったのは、伊集院掘るなよって言った。あ、そうですよ。あの、まあ、猫よけのペットボトルみたいな怖いかもしれないこれ。マジマジみたいな、マジみたいなのが出るから。あー、すごいなぁ。じゃあちょっとまたモバイルの方を集計の方をよろしくお願いします。いや、ちょっと気にはないんですけれどもね、もうたっぷりじゃない40分以上、はい、先生方にいろんな意見いただいたんですけれども、深い話ですよね。はい、深い話いっぱいいただきました。あ、これ判定ってしたっけ、三角折りしてないよね。あ、してないしてないよね、うん、さあ、三角折りのを見て興奮して家で自分でも三角折りにしていたという行為ですけれども、うん、それでは竹内先生いきましょう。竹内先生、はい、これは今後このようなことのないよう注意してください。ちょいぐらいです。これちょっとあのさっき言ったメッセージが出れば、引っかかるなよ、そんな、うん、そんな小作な手段に興奮してるとダメだよ、はい、足踏み味しますよってのもあるわけですね。さあ、はい、三浦先生ですけれども、そうですね、はい、じゃあ定額無期限いっぱい重いですよ。先ほども言わせてもらったように、はい、ここで止めておかなきゃなんないんですよ。次行った時絶対こいつはビデオ使うんですよ。ビデオ、ビデオのボタンを押すと思うんだすごく心配です、それが。で、温度を確かめて、はい、同じ型のビデオを買ってきて、当たってんだなぐらいが出ると思います。これ危険です。これは危険です。目は積んでおけと、はい。こういう目は積んでおけっていうことですね。はい、じゃあちょっとですね、ここでもう、それこそ朝ズバもあればですね、はい、またいろいろお仕事もありますんでですね、ここで、お別れになってしまうんですが、はい、三浦先生、まずお知らせです、はい。先生はですね、正しい保健体育という本を。はい、表しました。はい、はい。僕はあの、たまたま買って読ませていただいて、はい、大変面白いんで、はい、おそらく、はい、心に、D 組が住んでる女としては、うん、これハマると思います。ちょっとエッチなんですか。そうですね、男の二大テーゼ、やりテーゼ、入れテーゼが載っている本です。二大テーゼってそれなんですか。やりテーゼ、あの入れテーゼです。二大テーゼ、はい、そのテーゼについて先生が優しく教えてくださってます、これが理論者さんより1260円で発売中です、そして写真集。そうです、あの僕一番今までやってないのは住職とカメラマンでしたから、はい、カメラマンになろうと思って写真集を出しました、はい、1年ぐらい前にベロベロに酔っ払って2人で住職になるって言ったじゃないですか、はい、あ、言いましたね、はい、もうちょっと忘れてやっぱ忘れてんじゃねえかいけど、まあ、あの、はい、あの後には住職にはならなきゃなんないんですけど。じゃあ住職前に写真、はい、はいはい、カメラマンにもなってきました。え、はい、これ何撮ってるんですか。くだらないものもたくさん集まるとくだらなくないかもしれないっていう写真集ですね。はい、もう何十年も撮りためてきました木の股ばっかりの写真とか、ね、そういうことですね。いい股あるんですよ本当に。それをずっとかけてね、あの日本全国旅してきましたんで、それをちょっと見てもらおうと。そうか、1個だったら別に木の股じゃんだけど、はい、それが10枚20枚になっていくと、ね、なんか、はい、一つのカテゴリーになって女体として見えてきたりするわけですから、はい、それを今カテゴリアンって呼んでます、はい、カテゴリアンですか、はい、何でもつけていきますね、はい、そういうやつね、はい、それと竹内は何時からなんですか朝ズバ。5時半からオンエアです。8時半までなのでよかったら見てください。はい、この番組聞いてで笑い飯聞いた後ぐらいに、うん、もうあのそれこそね、今多分 MD 撮ってくれたこの女がやらしいこと言ってたのはっていうことですよね。これは嬉しいですよ。こんな番組出ちゃダメだって竹内。ボーナスですよこれ。あのね、僕ら D 組の人間っていうのは本当想像力が豊かだから、はい、変な隙を見せちゃダメ、うん、俺未だに滝川クリステルは机の下で何やってんだと思いながらずっと言ってたよ。延々と僕そう言いながら滝川クリステル、ね、
タイヤ釣りじゃなんで目を潤ませながらちょっと右に首曲げてんだっていうだけでかなり。今度お知り合いになれたら伝えてもいいですか。絶対伝えないですよ、ね、フジテレビに入れなくなりますからね。俺もクリステルのことクリスタルだと思ってね。あ、新宿のなんかあの、あ、はい、ちょっと一本抜くとこかなと思っちゃった。クリスタルと先に展開させるのはもうやめてください、ね。あ、わかりました、はい、お願いします、はい、ちなみにですね、先ほどのですね、コントん、コントはすごいです。ああコント、みんなすっごい怒ってますでしょ。無期限定額と退額ばかりです。そうでしょ、同じだな。ただアンケートにあれつけとけばよかったな。でも自分がその立場だったらどうっていうのは一応つけときたかったですけどね。じゃあ、ぜひ、三浦淳先生はこれからもこの方面で、はい、この方面で、はい、はい、そして、竹内かなえアナウンサーはですね、また日曜日こういうことのないように、ね、はい、頑張っていってください。今日どうもありがとうございました。